早速大きさを計測ですね。まあここぐらいまでだから端から端まで焼くのはちょっと難しいからね、まあ、大体ここら辺ですかね。ここら辺を目指してちょっとカットしていきましょうか。じゃあざっくりねこうカットして、うわすごっ、この時点でこれに長野のわさびあればよかったなと。あーわさびそうだね、始めました。この時点でめっちゃ切れるよこれ。今まで筋入ってガーってやってたけど全然違うじゃんこれ。もうこれでもうカット完了です。ほらやばないこれ。柔らかいのがわかる、ラブル柔らかいのがわかる。これツイッター始めました。つーかワイルドに見えないのかな。ワイルドそれね、さっくりね、これ決して切れ味がいいわけじゃありませんというのもおかしいですけど、ビニールの中にビニールが入ってるっていうね。前澤さんこれそう、マトリョーシカ方式でございます。ビニールの中にビニールが入っていて、でさらにビニールが入ってるっていうねじゃあ早速ちょっと、うわすごくないこれ、やばくないこのサシの量が、ほぼ油じゃん。全然違うねこれ、やばこれ。まあ確かこれはね8000円出した価値はありますね。うん、肉もビニール。いや早速ですねこちら1枚8000円相当のお肉。今日はどこでしたっけ。豆乳でございます。今日はね前触りますね。これです、こんな感じの、やばお肉がこんなに綺麗なねお肉ってあんまりないですよね。刺しが高級。いきます、焼きます。ドン、うわ焼いちゃいました。もう景色がいい。このまま生でいいのでは。いやこのまま生でもね、生危ないんじゃないですかね。でも牛だからまあ大丈夫なのかな、どうなんだろう。とりあえずちょっと焼いてみましょう。でね、朝日のビール。これ次は生嫌いなんだよ。やっぱり朝ね、いや生大好きですよ私。生ビールも好きですからね、これ朝日のスーパードライ。これもね美味しいんですよ。いただきます。そうだった、焦げた方が好きなんだったよね。あとツイッター始めました。いや焦げたやつも好きなわけじゃないから、ね、お疲れ様です。これうめえ、これハイボールで表面の菌だけでも殺菌しないとね。あとルカさん、そうだね、それはあるね、うん。まあしゃぶしゃぶ用のお肉をあれお寿司に使ってもいいのかなって思うんだけど、どうなんだろうね。でこれをねやっぱ焦がしていけないっていうのはさ、すごい緊張感ある、ね、生好きなの、うん、いやどういうことやね。思った以上にサシがすごすぎるから煙が半端ないぞ。これ大丈夫なのか。やばいやばいやばい、油すごい、油すごい、何この油のすごさ。油が多いから火が出る。ラブジュージューだぞ。始めました。まあでもまあでもいいでしょう。ちょっと炙るぐらいがいいのかな。そうするとどうなんだろう。まあ、思った以上にちょっとね早く焼ける感じですね。ブラックペッパー、トルカさん。あ、ブラックペッパー、いやあのね専用のステーキ醤油であの行きたいなと思っております。もういいでしょう、もういいんじゃないですかこれは。これ油の滴り。焼きそばを作ります。要はトルカさん、こんな感じでございますね。アルミ箔に包んで休ませて。あっとうかさん肉切りハサミをした方が良くない。じゃあ肉切りハサミ、なんすか肉切りハサミって。これね多分箸でいけんのかな、どうなんだろう。ちょっとやってみる。これ箸で、うまいものは箸でいけるし。いやいや、アルミ箔。あっとうかさん、うん、ちょっと半分だけちょっと箸でいけるかどうかやってみましょう。いける、見てやばくないこれ。しかもさ、ほぼつかこれレアの状態だよ。レアでも切れちゃう。ちょっとこれはさ少し待機させておいて、こっちちょっと醤油でいっちゃおうか。じゃあステーキ醤油でねいっちゃいましょう。このステーキ醤油でシャッと、あこんな感じですかね。さあこんな感じのステーキ醤油で、今からですねいただいちゃいと思います。いただいちゃいたいと。じゃあできます。
店員さんが油に絡める感じにするといいって言ってたとツイッター始めました。3 これはね、うん、これは、うん、そしてビールを。あれ、これはですね、今までの肉と比べて順位どう？これはツイッター始めました。3めちゃくちゃうまい。これ正直言ってめちゃくちゃうまい。これ他のなんかお肉はなんか、え、お肉なんですかみたいな感覚になる。これもうね、一口噛んだだけ肉がジュワって出てきて、口の中にもうね、ステーキ醤油もね、これ超いい、超合う、あっさり系ですごく合う。ほんと肉ね、これ噛まなくてもいけるんじゃないかっていうぐらい柔らかい。でステーキ醤油もいいんですよ、これ。あの普通のね、俺焼肉用でバーってやろうかなって思ったんですけど、確かに焼肉用のやつでやっちゃったりすると、あの油が濃すぎちゃって、逆にで、これもさ油強いから、お肉自体がもうステーキ醤油だけ全然いけるんですよね、うん、でも一気にさ、一気にですね、その肉のね、こう油がね、口にブワーって広がって、もう肉汁が溢れるぐらいな感じで、噛んだら肉汁ブワーって出てきて、柔らかいお肉がね、噛むために、あ、柔らか、じゅわ、柔らか、じゅわみたいな。で、そのステーキ醤油があっさり感を出して、で、お肉の脂身をブワって出てきて、ちょうどいい調合になっています。脂とあっさり感があっという間に食べれる。むしろ歯悪い人でも全然食える。ベロだけでも多分噛み砕けるかもしれない言い過ぎかもしれないけど、いやでもめっちゃうまいよ。でもランクとしてはね、ちょっとね、これステーキ醤油だったからね、ステーキ醤油だったからちょっとランクは分かんないですけど、これ塩コショウなんですよね、うん、塩コショウ入れてどれぐらいかっていうことをちょっと僕は試したかったんで、それ塩コショウバージョンは美味しいかとか、あのまた試してみたいと思います。じゃあ早速ね、ちょっといきましょうか。こちらは、塩コショウでちょっとね食べるバージョンでございます。まあ、前回ちょっとね、三重県で食べた塩コショウ、松阪牛は、塩コショウもちょっとこだわっていた感じだったんですけど、こちらね、ちょっとなかったんですけど、普通のね、ちょっと塩コショウを入れていきたいなと思います。まあ、ちょっとそれと比べるとどうなのか、あれなんですけど、じゃあこれとね、松阪牛と前沢牛が、どちらが美味しいか、もうちょっと、今日はね、正直に答えていきたいなと思います。あ、料理しながら見てますよ、はい、トイカさん。本当ですか、ぜひ見てください。じゃあ、いただきます。ちょっと待って、どっちが美味しいかっては言ったけど、前の味を思い出して比較 W とツイッター始めました、うん、これはね、ちょっと待って、もう一回食べてから考えよう。これは先にタレを言ったから口がタレになってるでしょ、トイカさん。一応ね、ビールでリセットしたんで、ね、タレの味はインフォ30分延長しました。これはね、ちょっと待って、すげえ難しいけど結論的にはですよ、正直言って松阪牛の方が美味しいと思いますただめっちゃ僅差なのよ。なんかね、こうなっちゃこうなのかみたいな感じですよね。わがわがとツイッター始めました。ただ松阪牛の方が美味しいかもしれない、正直。松阪に軍配やとツイッター始めました、軍配はちょっとそれあるね。松阪の軍配あるかもしんない。多分食べ比べてもそうだと思うんだけど、というのもなんでかっていうと、ちょっとね、松阪牛の方は脂もあるんですけど、まああっさり系ではあるんですよ。で、あとは松阪牛の専用のその塩コショウってやつがあって、それが美味しいのよ、そのコショウだったりとかっていうのは。ただ前沢牛にはそのコショウがないね、専用のね。ちょっと探したんですけどなかったから、まあ、今回普通のふりかけみたいな感じになってるんですけど、松阪牛のやつはお肉をなんか粉々にしたのかな、
でそれをなんか粉にして直接松阪牛のそのお肉に振りかけるようになんか調合されてたやつなんですけど、まあ、それちょっと比べるとあれなんですけど、ただ油の濃さは本当に前沢牛の方が油の濃さすごいと思う。ただその松阪牛の場合は油の濃さすごいんですけど、その中にあっさり感があるんですよね、うん、決してこう胃もたれしなさそうな感じのこう油の乗り方っていうんですかね、まあ、軍配としてはね、私は一番美味しいってずっと言い続けていた松阪牛はやっぱり一番美味しいものだと思います。丸吉のね、丸吉 の, あの松阪牛、松阪牛のサーロインね、まあ、あれは美味しかった。油は塩でも違ってくるかもね。そう油はねちょっと塩でも違ってくるから、まあそういう感じでございますね。いつも現地に行って、うん、現地の食べ物にするよね。わが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 わ言い出す。現地のディスってるわけじゃないですか。本当に率直的なことを言ってるだけなんですよ私は。みんなはねこうオブラートで包んでるかもしれないですけど、俺ちょっとあんまり、ね、そういうことはしたくないんですよ、うん、失礼かなと思いました。逆にねそういうのは。いやでも今回はやっぱりそういう感じですかね。でも美味しいのは美味しい、めっちゃ美味しい。本当に前歯だけ食べれちゃうからねこれ、うん、うまい。忘れてた、ちょっと まあ、おこじょさんのやつ忘れてたわ。これちょっとね、おこじょさん用でお肉焼いとこう、はい、おこじょさん分忘れてた俺。じゃあおこじょさん用のお肉がね出来上がったんで、まあ、こういう感じでちょっとちっちゃく切って、まあ、見てこれホロホロいくよね。これがお肉のさ、なんつうの、切り方じゃないよね、これね。もう箸でサクッて入れた時点で、もうこんな感じで離せちゃう。ここでサクッて言ってから分離できちゃうんだよ、これ。すごくない？これ。じゃあ、おこじゅさん食べるかな、これ。どうだろう。まあ、これが問題ですよね。松阪牛じゃないな。前沢牛を食べるか。同人で1000万稼いだ人が書いた本、ブックオフで200円で買った。今から読みます、ね、あ、いいじゃないですか。本はね読んだ方がいいですよ本当。おこじさんちょっと起こしちゃってごめんなさいね。めっちゃ寝起きなんだろうけど、今からね前沢牛の判定お願いします。ここにお肉があるんですけどどうですか。ちょっと判定を、前沢牛判定。おこじ前沢、あ、即食い。ちょっと熱すぎたね今持ったら熱いぞこれ。そうだそうだ、ごめん、それで話したのね。熱いな、ちょっと危ない。危ない危ない危ない、もうちょっと待ちましょう。